王朝国家、王朝国家は日本が律令国家体制から中世国家体制へ移行する過渡期の国家体制を表す歴史概念。王朝国家体制とも10世紀初頭に成立し11世紀中期、いし12世紀後期までの期間に存続したとされる。律令国家体制は中央集権的な政治機構に立脚し個別人身支配を 人民支配、租税収支の原則としていたが、それらを実際に支えていたのは、現地で人民支配、租税収支にあたる地方行政であった。旧世紀後期に至って、律令制的な人民支配、租税収支に限界が生じたため、10世紀初頭より、地方政治への大幅な統治移民や、個別人身支配から、土地課税原則への方針転換が進められ、 こうして新たに構築された統治体制が王朝国家体制であるとされている。11世紀中期から12世紀13世紀初頭にかけて、荘園公領制の成立や陰性、武家政治の登場などに対応した中世、国家体制が全身的に構築されていったため、この時期に王朝国家体制は周期を迎えた。ただし、王朝国家の周期をめぐっては、 複数の説が提示されている。王朝の語は、戦前期より、鎌倉時代以降を武家時代と称したのに対し、奈良時代、平安時代を王朝時代と称したことに由来する。戦後、日本史研究の進展に伴い、律令支配を原則としていた奈良九平安前期と、律令を必ずしも支配原則としなくなった平安中期、後期等、 別個の時代と捉える考えが主流を占めていった。それに伴い、前者の時代区分を律令時代、前者の国家体制を律令を国家と称したのに対し、王朝時代は、後者の時代区分として認識され、同様に後者の国家体制を指して、王朝国家という語が使用されるようになった。8世紀初頭に確立した、律令制は、個人を、朝税単位とする個別人身支配、 人別支配を基本原則としており、高度に大抵化された律令法典、官僚制度、地方制度や戸籍、傾聴などを基盤として存立しいた。特に古くからの地域における市長層を再編した軍事層の市長権への精神面での服従構造と経営の安定性を書く例裁百姓層の経営維持を保障する香水湖は本来古代日本とは 異質な社会である東大中国社会を成立背景とした律令制が日本で成立する上で重要であった。しかし、早くも八世紀後期頃から百姓の議席、不老、逃亡が見られ始め、個別人心支配体制にほころびが生じていた。その後、八世紀後期から九世紀を通じて、律令制を維持、または再構築しようとする試みが繰り返されたが、 大多数の貧困百姓層と極少数の富裕百姓層、豪層という百姓層内の階層分離はますます加速していき、貧困層は議席、逃亡によって租税負担から逃れ、富豪層は混淆活動を通じて特分収拾収入源氏を獲得し、逃亡したり渡し、水戸によって負債を負わせた貧困百姓らを保護民、霊族民として囲い込んでいった。 個別人身支配の基礎となっていたのは、戸籍、慶長であったが、上記の状況は、もはや戸籍、慶長による人民支配イコール租税収支が限界を迎えていたことを示している。また、個別人身支配を受けるべき個々の民は、かつてのように、地域市町村の末裔たる軍事の市張権への精神的服従意識によって統率された存在ではなく、 生産基盤となる動産を集積し、安定経営を達成した不合層の保護、冷属関係よって統率された存在に変質を遂げていた。こうした状況を受け、政府は従前の個別人身支配に代わって、租税収支を確保するための新たな支配体制を構築するため、大きな方針転換を迫られていた。9世紀末から10世紀初年に、 第五天皇及び藤原時平が主導した、律令制復活の最後の試みである演技の地が、失敗に終わると、時代の須作天皇及び藤原忠平は、個別人身支配を基調とする体制から、土地課税基調の体制へと、大きな政策展開を行った。須作期以降、律令制的人別支配を前提とする、反電収受が実施されていないことなどが、 この政策展開の存在を示している。個人を課税対象として把握する個別人身支配において、議席、逃亡が頻発すると課税対象である個人を把握することはできなくなるが、土地課税原則の下では、電磁の存在さえ把握していれば、そこを実質的に経営している、不合想から収集すべき租税を収集することが十分可能となる。 こうした考えが政策方針の展開の背景にあった。土地課税を重視する考えは旧世紀前期の藤原、冬次失世紀の頃から存在していたが、個別人身支配の原則を覆すまでには至っておらず、10世紀初頭の朱雀期になって、初めて個別人身支配が放棄された。ここに、律令国家体制期が終わり、土地課税を基本原則とする新たな支配体制。 すなわち、王朝国家体制が出現することとなった。なお土地課税基調体制への移行の時期について、歌天皇及び菅原道真の主導による官票の地を王朝国家体制への転換準備期とし、演技の地を時平による王朝国家体制への移行期であるとする意がある。王朝国家体制の特質は、律令国家体制が基調としていた。 個別人身支配を放棄し、土地に対する課税、支配を基調とした点にあった。すでに旧世紀後期の頃から実際に租税収支を担当する地方行政の現場では、戸籍、経庁基盤においた課税方式が交代し、土地に対する課税が積極的に行われる傾向にあった。そうした地方行政の実情を国家体制の基本方針に採用したのが、 10世紀初頭だったのである。土地課税が、租税収集の基本原則とされるにあたり、租税体系の基礎とされたのが公伝である。律令制における租税、租庸帳は、個人に対して課せられていたが、新たな租税制度の下では公伝に対して課税が、なされた。10世紀初頭頃から、公伝は、長と呼ばれる、租税収集の基礎単位へ編成され、現地の不合層、他と、 不妙層が名だけへと租税納入を受けうという名体制が形成されていった。この名体制は王朝国家体制の基盤をなすものであった。国内の公電を灘へ再編成していく過程で、従来の判伝図は不必要とされ、新たに国内の公伝台帳となる基準国図が作成されるとともに、国司に検電権が付与されるようになった。 これらは、王朝国家体制の成立を示す指標と考えられている。名体制を確立するため、現地支配に当たる国士の筆頭者の権限強化が求められるようになり、10世紀中頃には、租税収支、軍事警察などの分野で、中央政府から現地不妊筆頭国士への大幅な権限移上、行われた。こうして、国内支配に大きな権限を有する国士、 すなわち、受領層が出現することとなった。強力な権限を獲得した国司は、国内に自らの行政権をあまねく及ぼすため、行政機能の強化を目的として、国画に、万所、公文書、田所、採書、ケビンなどの機関を設置した。こうした機関の実務官僚として、現地の不合層、他と不明層が採用され、在庁官人として、 地方行政の実務に当たるようになった。このような状況は10世紀から11世紀にかけて顕著となっていく。国史に付与された権限については、租税収支に関するものに注目が集まりやすいが、軍事警察の面でも大きな権限を獲得している。従前の軍事制度は、個別人身支配を前提とする軍団制及び、地方有力者、軍事層に依存する。 剣持性を柱としていたが、個別人心支配と軍事の主張権が崩壊すると、両制度とも機能しなくなった。一方、旧世紀後期頃から、富豪百姓層裏が経済力や政治力、さらには私兵を要しての軍事力すらをもつけてきたことを背景として、富豪百姓官相互の紛争もしくは国史と富豪百姓層館の紛争が、明立ようになっていた。 そこで10世紀前期頃から中央政府は軍事警察権を国士に委任するという現実的な政策を採用し始めた。こうして成立したのが国画を中心とする軍政、すなわち国が軍政である。国が軍政成立の過程で武芸、すなわち軍事を専門とする初代武身分の貴族、軍事貴族や侍身分の官民層が出現し、 これらの僧の上層身分たる軍事貴族僧では特に東国を中心として自ら国主として現地赴任する者も現れた。軍事貴族などの武芸の家は官武兵士、姓は源氏、一部の藤原氏などから出たが彼らの子孫が後の武士へと成長していった。国主は中央政府から支配権限の委任を受けた代わりに 当該国から中央への租税納入を負担しなければならなかった。この頃、個別人身支配から土地課税への転換に伴って、従来からあった租庸庁省税、増用、公益物などの税目が消え、新たに官物、臨時雑益などといった税目が出現していたが、国主はこれら新たな税目、官物、臨時雑益の中央への納入を義務づられたのである。 これらの租税を中央へ納入する過程で、国司、受領は、租税の一部を資材化し拒否を得ていたとされるが、一方では、租税納入を怠った、あるいは、規定額を達成できなかった受領は、受領効果定めと呼ばれる、人事表情によって厳しい審査、処分を受けていたのであり、国司、受領拒否が得られる感触と理解することに、疑義も出されている。一方で、 受領効果定の基準となった資料は、演技式段階で定められた、規定額、式数をもとに算出されたもので、王朝国家段階ではすでにその数字は、国家統治の象徴的な数字以上の意味を持っておらず、実際の財政は、帳簿から乖離というよりは、公文書上の財政と実務上の財政が完全に分離した状態にあって、受領効果定も実際の納付実績を、 文書上の数字に当てはめたものに過ぎないこと、中央に納付される租税も一括納付ではなく、中央政府の必要に応じて、下し踏み形式の切り下げ分などで、指示額の納入を国士に命じる方法が、実務上採用され、納付までの租税の管理については、物理的、帳簿的規定を書いたまま国士に委ねられていたため、受領が刑にある事故の倉庫において、 租税と資材を混用してそのまま運用していたとしても、命じられた納付を果たしている限りは、事実上黙認されると租税と受領収益の一体化の構造こそが、拒否の源泉であったとする見方もある。国内支配に大幅な権限を有した受領と、名経営や資料経営などを通じて、経済力をつけてきた、軍事、他都府妙僧との間には、次第に経済的、 政治的矛盾が生じるようになり、10世紀後期から両者間の対立が国士化成上訴という形で顕在化するようになる。王朝国家体制論は、主として中央政府がいかに租税収集を確保していったかという観点で議論されることが多い。租税収集の最前線はすなわち、地方行政の現場であり、必然的に王朝国家に関する議論は、 地方行政のあり方が焦点となりがちである。それに対して中央政府においても当然、王朝国家体制への移行に伴う何らかの行政機構変革があったとする見解がされている。具体的に中央政府機構の変革についてはまだ明確となっていないが、例えば石関政治の成立、監修権威持制の登場などが王朝国家体制に対応した。 中央政治の変化を表しているのでは、以下とする議論がある。かつては10世紀初頭以降の政治状況、社会状況を指して、中央政府が統治権をほとんど放棄し、地方の無秩序状態をきたした状態と評価されたこともあったが、王朝国家論が唱えられ、私学的検証が進んでからは、以上に見るとおり、中央政府は積極的に、 社会実態に適合した統治体制、王朝国家体制を構築していったとされている。王朝国家体制期には、後の中世社会の基礎となる要素が多数生まれている。この時期は、古代律令国家の残滓を見せつつも、次なる中世国家につながる時代性格も併せ持っており、まさに古代から中世への過渡期に当たると言える。上記に見た王朝国家体制のあり方に、 11世紀中期頃から変質が見られるようになった。この時期の王朝国家の変質を示す指標としては、公伝艦物立法の制定、別名の積極的な設定、諸量相論審判権の大乗官への集中化などがある。1040年代頃から大乗官によって制定され、始めた公伝艦物立法は、一国内の税率を固定化する内容を持っており、 国史に付与された租税収支権に大きな制限を加えた。国史化成上訴がこの時期までに消滅したのは高電管物理一方が国史の課税権限を抑制し、軍事、他都不妙層との利害関係が解消されたからだとされている。また11世紀中期頃には、それまでの名灘より、はるかに大規模な名代コールべち名が盛んに設定された。 別名は、従来の地方行政組織であった軍、里とは別個に設定され、そのため国軍里という組織体系は崩れ、国の下に、軍、郷、別名のほか、保、上、院などの租税収支単位が同列で並存するようになった。所領総論に係る裁判についても、それまで国、軍に裁判権が認められていたのが、11世紀中期以降は、 大上官のみが裁判することとされた。こうした支配体制を改変する動きは、1四4 0年代を中心とする11世紀中期になって、非常に顕著に見られる。これらの動きが、どのような性格を持つのかについては、様々な議論があるが、坂本正蔵らは、この時期を王朝国家体制の変質期であるとして、同時期以前を前期王朝国家、 以降を後期王朝国家と区分し、鎌倉幕府が成立した12世紀末を後期王朝国家の終わりに置いている。11世紀中期に見られた体制変化、社会変化は当時徐々に一円化を進め、著しい増加を見せていた荘園に対抗するための国家側、公領側の対応策であった。この流れの中で、それまで公電経営受け負いによって、つまり他と、 不明層となることで武人としての経済基盤を与えられていたに過ぎなかった武士が、荘園と高領間の武力紛争の対処能力を期待され、国の下部組織である軍、里、別名、保、城、院の管理者や一円化してまとまった領域を形成するようになった荘園の管理者としての資格を得て、在地領主としての地位を獲得していった。これらの動きは、中世を通じて、 社会体制であり続けた、昭円高領性の出現を意味するものであり、これと相前後して開始した陰性と合わせて、十一世紀後期には、すでに中世に入っていたと見ることもできる。そうした立場からは、古代から中世への過渡期に位置づけられるべき、王朝国家体制期は、十一世紀中期に終わったのだとする見解も出さている。また一方では、王朝国家と呼ぶべき、 政治実態は、鎌倉幕府成立後の朝廷にも見られるとして、13世紀の朝廷による支配体制も、王朝国家体制期に含める意見もある。王朝国家とは、古代律令国家がいかに中世国家へ移行したかを理解するために提示された概念であり、研究者の立場によって様々な位置づけが試みられてきた。最初に、 王朝国家という概念を示したのは、高尾和彦である。ここで、高尾は、王朝国家を、他都農民から生産物時代を収集する貴族たちの連合政権であり、生産物時代を収集する点において、封建的な用を持ち始めているとした。この後、戸大吉らにより、王朝国家は、濃度などを抑圧する、初期封建国家であるとの位置づけがなされた。 王朝国家体制論に大きな進展をもたらしたのは坂本翔さん日本王朝国家体制論1972年である。坂本は土地制度史の面から王朝国家体制の理論を確立した。坂本によって明体制の成立と王朝国家の成立とが初めて有機的に理解されるようになり、 また10世紀初頭に始まる前期王朝国家と11世紀40年代を活気とする後期王朝国家の登場が唱えられるようになった。坂本の議論は後半な支持を得るところとなり、その後の10世紀11世紀史研究は坂本論を中心に展開し、坂本論の進化、批判という形で行われていった。王朝国家体制期における中央政治機構や軍勢。 小園政策、不明体制に関する研究は、著しい進展を見せ、さらには、王朝国家に代わる、新たな古代菊中世移行論が唱えられ始めては、いるが、それでも、王朝国家体制論がこの時代の研究の中心に、位置し続けている。しかし、その後も、10世紀中央以降を高規律両国家、内視律令制再編期とする見方や、石関期を、 中世初期と捉える考え方などが提唱され、この時期の理解についてはいまだ定説がない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。